皆さんどうも、マキューです。今回はね、また次回イベントについて少しね話していきたいかと思います。昨日ね、まあそのプニガミが来るんじゃないかって話して、まあアプリ更新がねその後あって、通常アイコンになったんですよね。うん、ってことでコラボの線はねやっぱりなくなったって感じで、もう完全にコラボはなくなったんで、まあ次はね通常のね普通のイベントっていうのは決定したんですけど、まあね正直夏休みになんか盛り上がるイベントが来ずに8月後半もねなるっていうのはねあんまりないと思うんですよ。てか思いたいんですよ。うん、だからまあプニガミとか目印はさすがにね夏休みに持ってくるもんなのかってちょっとねその後思ってて、うん、で今回ねタイトルやサムネにある通りやっぱね夏休み限定というか夏休み特別イベントがね来てほしいなと思ってるんですよ。うん、まあ今までで言うと、例えばプリチのちょっと今から見せるんですけど、まあ、夏のねキャラといえばね、まあ、こんな感じですかね。お祭り姫とかね、まあ他にこの横のカッパとかね、まあ、そこら辺ですか。お祭り姫とかめっちゃ夏のキャラって感じでさ、うん、まあ、この辺のね夏っぽいキャラが出るイベントってめっちゃ楽しそうじゃない？うん、なんかいろんなキャラがさ、ジバニャンとかコマさんとかさ、まあ、吹雪姫なりさ、エンマなり何でもさ、夏のイラストになって登場して、まあ、みんなが高ランクで来るよっていうさ、イベント来てほしくない？うん、これ結構自分のさ、まあ、思いついた理想ではあるんだけど、いやそういうイベントで普通に8月後半ありえるんじゃねえってちょっと思って、なんかコラボ来なかった理由はそういうね、プニプニ自体のキャラで、夏のね、イラストにして盛り上げるんじゃないかなってね、ちょっと思ったんですよ。うん、いやどうかな、いやそれ結構さ来たら盛り上がるしさ熱くない？うん、でさ、まあやっぱさ次ってなると多分そろそろサマーニャンボが来る時期なんだよね。うん、だからニャンボキャラでね多分夏のウルトラ Z ランクとしてね初のね、まあ、ニャンボキャラが来るんじゃないかと。うん、だからサマーニャンボ毎年来てるからおそらくねウルトラ Z のニャンボキャラ来るはずなんだよね。だからそれも結構ね次は期待っていうのもあって、期待っていうかね、次ニャンボもね盛り上げたいっていうのもあってねコラボをね開催しなかったんじゃないかなっていうのもちょっとあるかな。まあ、ちょっと次いるニャンボ確定ではないんだけど、そろそろ開催するはずだから、うん、まあ、そういう面もね考えても夏休みイベントね来てほしいよね。まあ、プニガミ普通に来るっていう可能性はねあるんだけど、正直それはあんまりね望んでないから、うん、あんまりみんな望んでなくない？普通夏休みだからやっぱ盛り上がるイベント来たいしね。でやっぱりねこういうねもう夏休みイベントが来たとしたら記念になってくると思うんですよ結構ね。まあ、記念イベント的な感じになると思うんで、やっぱ Y ポイントをねめっちゃ稼がせてほしい。うん、まあサムネにもあるんだけど超稼がせてほしい。うん、やっぱさ今指正直もうね最悪なほどさ稼げないし難易度嫌だったじゃん。うん、今特攻アップ来て若干マシになったとはいい、だからせめてね8月前半が夏休みなのにまああんまり良くないイベントだった。うん、正直ねその分8月後半でワイプを稼げてね、イラストとかもねキャラのいいねまあ盛り上がりそうなイベントが来てほしいなと思ってるんですよ。うん、やっぱ超稼げるイベントってなるとまあ、マップ普通にね来てもまあ稼げるからね。うん、誰でも初心者でも回数積めば稼げるから、まあマップとかねそこら辺がね来てねワイプ稼げればねいいかなって感じですかね。とりあえずねおはじきはやめて、うん、もうね記念イベントのおはじきはないと思うから、うん、まあプニガミ来ても多分ねワイプ稼げるイベントになると思うんだけど、まあプニガミより俺的には夏休みのねやっぱ夏ということでねそういうねキャラが登場してイベントが来てほしいなと思ってますね。うん、まあ、今回こんな感じかな。多分もうね今日撮ってるのが15日でね多分上がってるのも同じなんですけど16かな、うん、日付変わったらおそらくもうねイベント予告がねてかいつも通り来ると思うんで、まあ、それが来たらまた多分動画にするかな。うん、だからそこで判明するってことでね、うん、まああとね何十時間後にね次イベがおそらく予告来て判明するってことでね、まあ皆さんこれをね楽しみに待ちましょうってことでね、まあ皆さんのね意見とかもよければコメント欄でお願いします。はい、ということでこの動画良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。